はい、どうも皆様こんにちは、サソリゴムリです。前回に引き続きポケットモンスターやっていきまーす。というわけで、前回衝撃の事実、スピードスターは命必中の攻撃じゃなかった、初代では。ということが判明して、スピードスターの採用をどうしようかと思ってる私です。地味に特殊高いやつやな、こいつ。うわ、めんどくさ。メガトンキックで星になれ。オッケー。したってメガトンキックの方が強い説あんねんけど。当たらねえ。メガトンキックで星になれ。いや、ガチでメガトンキック強いわ。素で強い。これはちょっと無理じゃない。メガトンキックでも倒せへんはずや。無理やわ。メガトンキックで星にならんかった。ミハトンキックの威力は120。電気ショックの威力、危ない目にあった。電気ショックの威力40と比べると、まあ強いんじゃない ?40 なんかな、電気ショック。まあ、いいものに乗ってればね、勝ったら私にちょうだい。わしばくぞ、俺のクイーンを狙うな。グラフィックがっつり、あれよ。海パン小僧?じゃあ、海パンやろ。と一緒やのに。大人のお姉さんが出てきた。なぞや。多いな、ポケモン。あと8発しか撃てへんぞ、電気ショック。残った。しかも超音波付き。あー、水素の音。いてー。防御力まで下げられるとは、なんたる屈辱。そっか、スピードスターって、必中じゃないねんや。あ、ピッカー死ぬよ。あ、ピッカー、やばいね。チャリじゃない。美味しい水使い切ったら、次サイコソーダに変えちゃうか。電気ショック。強い。さらに超音波とはやるな、お前。いや、決めるね、これはピカ。うーわ、決めねえ。いや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 、ちょっと待って、なんだそれは。はい、これで、ここまでご視聴ありがとうございました。それでは。今回の動画はいかがでしたでしょうか。面白かったですかね。もし面白かったならば、チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた別の機会でお会いしましょう。それでは。